これちょっと汚れてるわけじゃないんです、実はこの真っ白に浮き上がってる、うんうん、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、復活のバイヤーチャンネルでございますね、はい、新たに2代目バイヤーを迎えてのね商品紹介スタートしました、はい、こちらのチャンネルではですねアップバンクストアで販売しているグッズをですね皆さんに動画でご紹介していきますよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では2代目、はい、今日はどの商品を紹介してくれるんでしょうか。はい、はい、本日はですね、はい、まあ、先日発売されました、iPhone 6S プラスの、ケースということでグラマスさんから出ているブライドルレザーのケースをー、はい、ご紹介させていただこうと思っております。まあ、今回は以前ちょっと私もアパレルをやっていたということで革製品に関してはちょっと知識がありますので。おー、なるほど。そうなんです。専門家だ。まあ、専門家まではいかないんですけれども、たくさん販売したっていう意味ではね。そうですね、はい、うん、なので今回はその、まあ、ご紹介とともに、まあ、おさらいも含めて最後の方でお手入れの説明もちょっとさせていただければなと。アパレル系の知識を出して、そうですね、アパレル系バイヤー、アパレル系バイヤー、はい編集で面白い感じしてもらって、うん、はい、はい、というわけで、はいはい、ちょっと気を取り直していきます。はい、お願いします。はい、今回このグラマスさんの、レザーケース、使われているレザーがブライドルレザーというレザーなんですけれども、はい、まあ結構ね革が好きな方に関してはご存知の方も多いとは思うんですけれども、まだまだやっぱり名前だけ聞いてもどんなレザーなのっていう方多いと思うので、うん、教えてください。はい、まずですねよく特徴なのがこれ、ちょっと汚れてるわけじゃないんです、実はこの真っ白に浮き上がってるの、うんうん、これ実はですねブライドルレザーっていうレザーはレザーの商標とかではなくて製法の名前なんですね。作り方だと。そうなんです。はい、で、レザーにロウを長時間、かけて、染み込ませたという、まあ、よりそのレザーの耐久性を上げたレザーとなっております。うんうん、確かに、はい、なんだろう、ろうそくとかでガーって塗るとこういう感じの見た目になるもんね。はい、こういう白い感じになると思うんですけれども、で、まあ、この浮き上がってるこのロウっていうのがやっぱりブライドルレザーの、特徴となっています。味なんですね、それね。はい、そうですね。はい、で、まあ、こちらやっぱりですね、まあ、他の色もちょっとお見せするんですけれども、こういう風にちょっとやっぱ微妙に、ね、はい、個体差が多少ありますね、はい、それが個性というかね。そうですね、味ですよね。はい、はい、そうなんです。はい、ブライドルレザーということで特殊なレザーということなので、やっぱりお手入れ気になってる方も多いんじゃないかなと思いまして、うん、まずですねやっぱりこう手に触れるもの、やっぱり男性の方とかだと特にパンツのポケットに入れたりとかっていう方多いと思うので、うん、この白い粉がつくんじゃないかとちょっと心配される方もね、うんうん、いらっしゃると思うんですけれども、ポケットの真っ白になっちゃって、そうですよね、うん、なので気になる方はまずお買い上げいただいた状態で、まあ、このままもちろん使っていただいても全然問題ないんですけれども、気になる方は乾いた布もしくは、そうですね、革用の、お手入れ道具、馬毛のブラシですね、そういったもので、はい、磨いてあげると徐々に中に浸透していきますので、白い粉が目立たないような感じになります。なるほど。はい、まあ、でも長くやっぱり使っていって味を出していっていただきたい商品なので、やっぱりまあどちらかというと取らないでそのまま使っていただくのがまあいいのかなと思いますけれども、気になる方は、まあ、実際そんなに落ちることもないんでしょう。そうですね、まあ、しっかりまあコーティングのような感じでついてはいるんで、めっちゃ自分でそうですか、あ、大丈夫、服につくってことはないし、うん、そうですね、しかも結構こすってもそんなにすぐ落ちるものではないんだね、うん、はい、そうですね、はい、はい、やっぱりそのまま使っていくと多少乾燥したりとかちょっとかさついてきたなっていうことがあるかと思うんですね、うん、そういった場合にはブライドルレザー用のクリームというものが販売されてますので、はい、そういったものでお手入れされてもいいかなと思います。なるほど、はい、ただ基本的にはこのブライドルレザーお手入れは必要ありませんので、まあ、そのまま使っていただいてもいいかなと思います。わかりました、はい、ただ一つだけちょっと注意点がございまして、このロウ完全なまあコーティングというわけではありませんので水にはちょっと弱いです。あ、そうなんだね。そうなんです、結構勘違いされてる方もちょっと多いのかなと思うんですが、うん、やっぱりこう大量の水ですとか、まあ、手を洗った後そのまま触ってしまうとシミに
なってしまう可能性ございますので、まあね、そんなガサツな人は、はい、まあね、あれっていうね、いないと思いますけど、うん、まあ、もちろんね、高級なあれね、はい、だと思いますけれども、まあ、万が一、まあ、雨に濡れてしまったとか、うん、そういった場合にはすぐにあの乾いた布で拭いてあげてください。大事に使おうってことですね、はい、そうですね、はいはい、iPhone ケースとしての性能なんですけれども、うん、そうですね、はい、1個ポイントがあって、はい、ここにね、あの IC カードが入るんですね。あのスイカとかイコカとかパスモとか、はい、なんか早加券とかスゴ加券とかいろいろありますけどそれが全部ここに入るっていう仕様になっていてですね、はい、いいですね、はい、あとじゃあ実際にはめてみた感じとかも ね、はい、見たいですね。いただいて取り付けはもうパコってはめるだけで簡単です、うん、はい、さあボタン類チェックしてみましょう。はい、まあ、全て一応まあ出るような形の、ね、クリアランスが大きい、はい、サイドのところはバグッと開いてますので、そうですね、まあ、そこからこういうふうにローズゴールドとか特に色味があるものに関してはチラ見せができると、おしゃれ、はい、大人のおしゃれですね、はい、電源ボタンもざっくりと広く開いているので押しやすいと、はい、カブもですね、このように大きく開いてますので、純正以外の端子やイヤホンヘッドホンであってもですね装着がしやすいというふうになっております、はい、今はねローズゴールドと、ね、合わせていて、はい、これは、上に強化ガラスを貼った状態ですけど、はい、問題なく使えてます、はい、このなんていうのかな、ここの部分がねそんなにこう上にかぶってないの で、ね、広く開いてます、はい、もちろんあの端っこのね感覚タッチも使えるので、はい、あの iPhone の機能を損なうこともないという仕様でございます、はいはい、ちなみに個人的に2台目は何色が好き？私はですね、まあ、先ほどから、まあ、ずっと黒とかに関してをご紹介してたんですけれども、うん、やっぱりですねこのブライドルレザーのいいところっていうのは長く使っていくことで味が出るという、まあ、革なので、はい、特にこういった淡いお色、おー、はい、へー、これが一押し。そうですね、で、まあ、汚れとかもそれがそのまま味になっていきますので、ぜひともまあこういったちょっと淡いお色も試してみていただきたいな。そうですね、はい、ちなみにあれですね、革製品なんか自分が持ってるっていうか履いてる靴とか、うんうん、あの身につけてるベルトもしくはカバンなんかとね色合わせたりしてもそうですね、おしゃれなので皆さん、はい、そのあたりで選ぶのもいいかもしれないですね、はい、最近結構あの、ね、ネイビーの靴とか革靴だけど、そうですね、なんかネイビーの靴はあの革っていうかあれスウェードなのかな、なんかいわゆるビジネスパーソンが履けそうなシュッとしたデザインのやつあるじゃないですか。はい、スウェードもそうですし、うん、あの普通にこういうつるっとした革スムースレザーって言うんですけど、うんうん、そういったものでもネイビーは非常に流行ってます。かっこいいよね。それかっこいいですね。ケースもそれに合わせるとかっこいいですよね、はいはい、赤もおすすめです。赤ね、はいはい、というわけで皆さん、はい、あのぜひこちらの製品ね、アポンクサでご購入ください、はい、お値段などの詳細はこの動画の下の説明文概要欄にあるリンクからチェックしてみてください、はい、ぜひよろしくお願いします。では皆さんまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイヤー。 PC24 のご視聴ありがとうございました。お願いその1、ぜひチャンネル登録してください。お願いその2、フォローやいいねをお願いします。お願いその3、アップバンクストアのお気に入り追加をお忘れなく。ぜひ次の動画もご覧ください。バイヤー。